ほいっす、どうも皆さん、こんにちは、ゆかです。それではスーパーマリオメーカーやっていきましょう。それではまずはこのコス、偉大なる大魔王、クッパ様の体格の良さ、やっていきましょう。さあ、どういうことなんでしょうね。これは、ドア入っちゃっていいのかな？ドアに入ると、あ、違う、ドアには入らないんだね。ってことは、多分上に上がって、ここを走り抜ける。あーっと、当たるんだ。これなん、どうすればいいんだ？こうやってしゃがむ。オッケー、じゃあ、そこ当たるんだ。足の判定謎すぎるぜ。よいしょ、オッケー、いけた。で、ここは、ジャンプクリーンかな？当たるんだ。そこが当たるのか。いや、厳しいな。マジか。これスピードランに組み込んだらめっちゃ面白そうじゃない？不規則になっちゃうけど、危ない！よいしょ、うまい！よいしょ、なあ、惜しい！任せてほしい！行くぜ！はい、クリーン！はい、クリーン！ここ！いや、だいぶ編集でカットしてるけどね、もう挑戦かなりしてるよ。よいしょ、ジャンプクリーン。よいしょ、ジャンプクリーン。あ、やばい、おちゃい！何お前、マジで邪魔だよ。そもそもさ、クリア方法これで合ってるのかすら怪しいからね。よいしょ。来た、よし、やったぜ。あ、待って、今取り忘れた。完全に取り忘れたよ、あれ。あー、待って、じゃ待って、邪魔、もう、なに。あ、待って、あ、トゲメットもらえないの？トゲメット、どうやって取るのこれ。はい、あ、もらえないんだ。あ、なるほど、こっちのをかぶって、右に戻って、やばくない？ちょっとやばくない？え、何これ、上行けんだけど。あ、関係ないんだ。関係あると思って、まあ俺完全になんか、まあ裏ルート見つけた、やったぜみたいな感じだった今。もう待って、どうすればいい。こっち飛んで入ると、はい。いや待って、え、でもさ、結局さ、あのトゲメットないと倒せないもんね。よいしょ、来た。あー、惜しい。もう絶対ミスんない。もう絶対すぐジャンプ。よし、あー、もうやめて、もう頼むからやめて。よいしょ、オッケー。よしすぐジャンプだからね、分かった。よいしょ、オッケー。よし、何もしないで、お願い、黙ってろっつっただろ、ボケ。やだよし、頼む、やめて、絶対やんなっつっただろ。おい、動くなよ、カス、絶対動くなよ、カスが。おい、めっちゃ難しいじゃんこれ。頼む、やめろって。もうさ、タイミングマジゴミだな、本当に。よいしょ、頼む、こっちを見るな。よっしゃ、バカが。うるさくてね。もうさっきの裏にじゃん、おい。いや、もう本当にね、マジこいつだけは許さない。お前だけは絶対許さないからな。よし、お前もじゃこれ。お前もじゃ。よし、絶対クッパ許さないからな、この野郎。よし、お前は許してやろう。お前だけは許してやろう。よし、ゴール。ありがとうございます。まあ、尺の関係上なんだけどね。それでは次のコースはこちら、キックボール、城壁の立ち往生。その壁の向こうに君は何を見る？やっていきましょう。何を見るんでしょうね。さあ、やっていきましょう。あ、待って。普通に君は壁キックできなかったんだけど、マジか。やべ、初心者かな？オッケー。で、これはなんだ？オッケー。こうやって、ツサーしてね。オッケー。余裕です。これは上から何か来るパターンね。オッケー。読める。待って！危ない。よし。大丈夫。ノーミスで行きたいところ。ノーミスで行きたいお年頃。あ、これはミスに入らないでしょ。大丈夫。ヨッシーは多分ね、踏ん張りさせて、さようならってね。もう使い捨てだから、ヨッシーなんて。オッケー、次は。お、中間、まあ、俺には必要ないけど、一応取っときましょう。一応ね。あ、じゃあ、やだ、はぁミスったー、マジかー、ショック。オッケー。よし。まあ、もうこっからミスんないから、大丈夫。よし。上がってって、うわ、ちょっと待って、難しそうだな。右からツサーして、クリン。オッケー。よし、余裕。次何？今です。オッケー！いいね。もう慣れてるね。壁キックといえば、あ、なんかある。砲台か。砲台を動いていくみたいな。オッケー。これゴールだったらやばいよ。この次は？ゴールなんだけど。余裕でした。ありがとうございます。中間やっぱいらなかったね。それでは次の誤差こちら。PPPP マミーで、エロ注意ちょっと難しい。ってことでね、もう完全にエロ注意に惹かれたわ。もうこんなのも押しちゃうじゃん。だって俺男だし、男はね、俺お姉じゃないから。最近さ、もう最近じゃなくても結構前からね、俺お姉なんじゃないかなとか言われてんだけど、お姉じゃないからね。どの辺を見てお姉と言ってるのか、もう本当に皆目見当つかないって感じなんですけど、まあ、とりあえずこのコース、なんだと？まあ、このコースはどんなコースかというと、多分 P を踏んじゃいけないっていう、ただそれだけのコースだと思うんだけど、でもなんでクリア者がいないのか、結構難しい要素が含まれてるんだろうけど、まあでもそれも華麗に抜けていく。それがね、床クオリティなんですよ。さっきここで死んだから、もう同じミスはしない。オッケーです。危ない！よしよしよし。あー、危ない！よしよしよし。
待って、上から多分ね、ジュゲームがね、ピースイッチを落としてるんですよ。嫌だね。嫌だね、いやらしい。あ、危ない。いや、危ない。あ、ちょ、あ、待って、これスタートっちゃダメだ。足が速くなって超難しくなる。ドゥ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 スターは取らないよ、俺は。スターは取らない。いやー、こ、来たな、この野郎。どうしようかな、あれ。これ、どうしようかな。多分、こっから、ツタまでダッシュ、オッケー空前絶後のって感じだわ。オッケーだね。はい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 。これはね、天才的。よし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 。中間だぜ、やったぜ。危ねえ。はぁはぁ、とりあえずあのドアが気になる。私気になります。あのドアの中身が気になります。どこに繋がってるんでしょう。よいしょ。なんで？よいしょ、ドアに入りまーす。ん？あ、ちょっと待って。スタート地点じゃねえかよ。オッケーオッケー。あ、もうこれ多分ね、ピースイッチ踏んだ方がいい。踏んで、一回全部落として、掃除をしてから、お掃除をしてからこっちの方にいましょう。で、右の方に走り抜けちゃおうか。これマジで俺一番目のクリア者になるよ。絶対なるからな。うわ、ちょっと待って。クリボーか。クリボーも多分これ P スイッチ踏んだ方がいいな。さようなら。よし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 。いいぞいいぞ、とりあえず。とりあえずあいつら落としたら、あとは、綺麗な道を進むだけ。よし、オッケー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 。うわ、まだいるのね。まだいるのか。うわ、ちょ、待って。やめて。うわ、待って。いやー、あ、そっか、食らっちゃうのか、これ。あ、完全に忘れてた。走り抜けて、こいつの上乗っとこ。乗っとこう。え、怖い。今です。オッケー。あ、危ない。あ、なに？お前らふざけんじゃねえぞ。いやー、もうこれ速攻で多分、速攻狙うしかない。よし、来た。ピース、あ、あ、はい、はい、はい、わかった。なるほどね、すぐにジャンプして、あそこのツタに捕まるんだ。絶対ミスない。来た。おーら！あ、危ねえ！来たー！よし、もう見せれない。でも、ここまで来るのにもう俺20分かかったんだけど。マジさ、超難しいじゃん、このステージ。やばい、待って。頼む。やだ、本当に見せれない。本当にやだよ。やめて。もう何も来ないで。お願いです。お願いしますよ。あ、終わりか。よっしゃ、来た。ゴール、大変だった、これ。さすが私。勝手にクリボーがピースイッチ踏むのダメだって。それではラストはこのコース、全パーツを使ったスピードラン4をやっていきましょう。まあね、クリア率 1% くらいだったんで、まあいつも言ってるけどね、クリア率 1% くらいだったらもう5回以内に決めたいよね。よし、音ってパックンしていけばいいのかな。あー、スピードランなのになんか口を変わってるね。よいしょ、オッケー、進ん、なにか、あーっと、いやー、焦った、普通に。これ多分上通れるんだよね。パックンチョ失敗した。大丈夫。ジャンプして、OK、乗ってなんで、これキノコですぐにヒップドロップ。よいしょ、入る。オッケー、そしたらなんだ？あー、やべ、ちょっとずれたな。パコパコして、オッケー、パコパコって。よいしょ。ファイヤーボール投げて、オッケー。ポーンして、アタック。アタックして、なにこれ？食らっていいんだよね。しょうがないよね。よいしょ。乗って、大丈夫。くるりんして、で、スターランかな？オッケー、スターランで、中に入る。扉に入ったら、ゴール、気持ちいい。いや、もうこれぐらいでいいよ、難易度は。もう、こういうステージだけをひたすらやってたい。はい、というわけでここまで見てくれてありがとうございました。いやー、疲れた。結構ね、収録時間かかったよ。難しいコース選びすぎたな。まあ、明日はね、もうちょっと簡単なステージ選ぼうかなって思います。ちゃんと言えなかった。はい、そんな感じでね、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してってくれたら嬉しいです。それではまた明日の動画でお会いしましょう。また明日な。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画を少しでも面白いと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンの方は動画終了後にタイトルをタップすると表示されるチャンネル登録ボタンから、パソコンの方は画面に出てる僕のアイコンをクリック。スマホの方でもアプリから動画を見ていればタップできるからしてみてね。チャンネル登録が終わったら画面に出てるおすすめ動画も押して飛んでくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。